ずいぶんとね、映像が霞んでますけども、これはね、朝から雨やったんでね、傘さしてドローン飛ばしてきた。というのは嘘やで、これはね、MBS さんのテレビの映像、定点カメラのね、ライブカメラ、まあ全国どこでもね、たくさんあるんでね、それを調べるとこういう映像を見ることができます。今回はテレビやで。全長はね、324メートルと大きいよね。船幅も37メートル。喫水は 8.55 メートルでね、中国で初めて建造されたビスタ級のクルーズ船。2024年やから今年のね、1月1日に初めて商業の航海に出発したというね。まあ、博多港にも何回も行ったことあるん違うかな。そんな船なんですよ。で、今回はですね、まあ見送りのね、まだ太鼓があるということなんでね、そちらの方がメインとなってますので、どうぞよろしくお願いいたします。ほーら、太鼓が見えてきたで。あとね、1時間ほどで演奏が始まる予定ですよ。今のところ観客こんな感じ。では行ってみよう。Thank you.
Yeah.